よしバシッと大予告ついにライジングボルテッカーズと共に旅立つ時がやってきたリコとニャオハ行けブレイバー叫ごう天高く舞い上がれと思ったら飛行船なんだか調子が変だぞ目の前に現れたのは小さな島だたどり着いたリコとニャオハが出会ったのは誰ですかというわけで続きは次回ポケットモンスター流れ着いた宝物ポケットモンスターはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。